こんにちは、ハワイとおこなです。今日はケアオホーのこちらアウトリガー旧シェラトンなんですが、こちらの手前にあるとんでもない豪邸、なんとその価格25億円です。こちらをご紹介します。ではでは。すごいですね、このねセキュリティゲートから、このなんか何が何だかもうちょっとすごいすごいんですけれども、このねウェルカムウォーターフォールですよ。そして多分これガレージでしょうか。ちょっとどこから何を見ていったらいいのかよくわからないんですが、とりあえずちょっと端から見ていきましょう。見覚えのあるテスラだなと思ったらマイクだった。さっきのねここが、ガレージの横のところです。とりあえず今ちょっとね挨拶に行ってきたんですけど、あ、ガレージは普通ですね。はい、ちょっと安心しました。なんかもうなんて言うんでしょう、1999年築でございます。ちょっと贅沢な作りですね。非常に質の高いものを使われていると思うんですが、やっぱりちょっと老朽が、うわーでもすごい、わお、とんでもなく天井が高いです。こちらはですねリゾートで、うわすごい、うわなんでしょうこのベッドルーム、短期バケレンできます。現在も非常にアクティブな短期バケレンユニットでございます。うわーとんでもない。ちょっとね今日はもう間違いなくこれベッドルーム数えるのやめます。これ完璧オープンエアになってますね、こんな感じで。だけどまあ一応ねあんな感じでこう閉まるようにはなってるんですが、いやーすごい、虫とか入ってきたらどうするんだろうとか気になっちゃいますけれども、床もね非常に高級感のある木材、それからここはアンスイートのバスルーム、やっぱりちょっと非常に高級感のある良いものを使ってますけれども、結構やっぱ老朽してますね。わかりますか、この縁のところとかね、ちょっとリノベがもう入れたい時期かもしれないですね。レトロな感じがいたします。面白いですね、これ段が落ちててバスタブになってる。バスタブにしてちょっと浅いかなという感じもするんですが、うわとんでもないところに、あんな高いところにシャワーが、あれもねでもちょっとなんかね新しくしたいですね。こちらがアンスイートのバスルーム、ただラグジュアリーですね。そしてこちらが一つ目のベッドルーム、ちょっとねベッドルーム数えるのやめますけれども、でもまあとりあえず1個目という感じで、土地もですね、1000坪と100坪ございます。ここにアウトサイドシャワー、いい感じですね、竹筒みたいな。あとここがねまたこのラバロックというか、このラバのねこれ生かした、うわすごっ、わあなるほどなるほど、スクリーンになってるんですね。ちょっとこれ回り込んでみます。ちょっと待ってください。今の1個目があそこで、今2個目、その隣ですね。こんな感じで、いやー天井がとんでもなく高くて、ここをさっき外から見たんですね私。いやーすごい、スーパーラグジュアリーなリゾートですね。いやすごいなこれ。まあシェラトンのね麓ですからね。でおそらく予想なんですけれど全部アンスイートになってると思うんですよね。
そうですね、ここはこのように同じようにやっぱりシャワーヘッドあれちょっと直したいですね。ね、あとここもねすごく綺麗なんですけれども、ちょっとやっぱり、ミラーのところですとかちょっとアウトデートかなという感じがいたしますね。タイルもこれよく見るとちょっとつなぎ目のところとかが結構老朽が進んでいる感じがします。1999年築ですので、築24年ですね、非常にクオリティの高い材質のものを使っていると思いますので、あとお手入れですよね。お手入れが非常にされているので、ですのでこれだけ綺麗なのだと思います。ちょっと誘われるままにこの胸の、2階部分にちょっと登ってみましょう。どうなってるんだろう。なるほど、ここにバスルームですね。やっぱちょっとレトロですね、ちょっとレトロな感じがいたします。換気扇の音もちょっと気になりますね。あとね、あのミラーの縁とかちょっとやっぱり25年前は素晴らしかったと思うんですが、あらかわいい子供とか大喜びですねこれね。すんごいこんなにいっぱいいや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 、ちょっとビュー見てみましょうか。うわ、シェラトンが見えますよあそこ、っていうかアウトリガーすごいな。これ楽しそうですね。ね、これ子供の遊び部屋ですよ。かなりの広さありますね。全体で、1999年築のこの建物は600と20平米あるそうです。なるほどなるほど。以上ですね。よし、ちょっとどんどん見ていきましょう。今ね、ここから入ってきてこのガレージをこの建物を見ました。その横をちょっと見てみます。まあランドリーですね。自分でやるのかしら、それとも誰かがやってくれるのかしら。誰かがやってくれるんでしょうね。だけど結構これレトロですよ。やっぱりいろんなものちょっともう老朽が進んだ感じですね。うん、ティキさんこんにちは。あっちが母屋なんですけど、ちょっと美味しいものは最後に。皆さんは、うわー、なるほど、ここもこれなんて言ったらいいんだろう。これはもう多分何ですかこの部屋は、オフィスね。皆さんはあの好きな食べ物を先に食べる派ですか、取っとく派ですか。私は取っとく派です。お腹が空いてればなんかこうね、あんまり好きじゃないものも食べられるからガーッと食べちゃって、で最後にお口直しに自分の好物を取っとくパターンです。はい、どうでもいいこと言わないでくださいっていうか、まあ、あのそんなわけでちょっと一番美味しい景色は最後に取っとこうかなと思ってございます。ちょっとオフィスのような空間でございましたね。でその隣の建物ちょっと見ていきましょう。天井の高さすごいですね、半端ないです。何ですかこれは。あー、なんか物置というか、いやここに住めますね私ね。いやすごいです。キッチンになってるんですか。うわ、何ですかこの広さ、すごいすごい。なんか雑然としてますけど、ここは何だろう、もしかして冷蔵庫、冷蔵室。うわすごい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 。ちょっとアートがちょっと乱雑な感じですね。乱雑じゃなくてランダム。ここがちょっとキッチンになっているようです。母屋に入ってきたのかな私。いいですね、給水器付き。これね、引き出し微妙ですけど多分イエスだと思いますけど、多分、あ、やっぱり気にならないです。前もなんかこんなことありましたよね。
超ラグジュアリーな邸宅、ソフトじゃないっていう。いやすごいですね。でも何がすごいって、この設備ではなくて、設備もすごいんですけれども、今入ってきたところ、それからここがねキッチンの空間なんですが、このようにダイニングエリアが続いてるんですが、すごいですよこのビュー。うわやばいやばいやばい、ちょっと食べ物に引き寄せられる私。いやすごい、これちょっと靴が、後で靴持ってきます。いやこれ美しいですね、まさにオーシャンフロントです。すごいです。ここがメインのキッチン、そして左手がゴージャスなリビングルーム。あの奥左手に見えますのが先ほどのベッドルームですね。キッチンを反対側から見るとこのような感じでございます。設備もすごいですね。ガスが入ってますね、さっきガスのコンロと、それからオーブン。この建物の中に段差があるっていうのよくありますよね、こちらね、珍しいなと思うんですけれど、この巨大なティキさん、すごい。うわこれすごい、これちょっと待って、うわイエイターのやつだ、これ欲しい、これすごい、うわすごいなあ。とこのハワイ諸島、巨大なティキさん、すごいです。あそこにカヌーがあるし、いやーすごいです。とんでもない広さのリビング、あちらが玄関ですね。ちょっととりあえずこちらがリビングになっていて、よっ、どっからどうやって見ていいのかわからないですね。ここをまあ一応多分ラナイと言うんだと思うんですが、すごいです。ちょっとここ後でもう一回来ましょうね。多分ここハイライトだと思うので、であっちまで行きましょう。はい、でねこのような感じでちょっと反対側からリビング、ダイニング、このような感じでございます。そしてすごいですね、この彫り物とかもすごいすごいすごい。あの細かいところがやはり老朽が進んでるんですが、やはりかなり高級な素材を使ってますね。天井とかもすごい、これメンテナンスすごいだろうな、大変ですね。いやすごい、なんかもう、はい、ベッドルームの数はもう分からなくなりました。はい、あちらが海ですね。ちょっと後でご紹介しますが、あのとんでもないものがおまけについてくると聞いてます。靴どこに行っちゃったのか忘れちゃいました私。靴どこで脱いだんだろう、今裸足なんですけれども、うわすごい。やっぱりねこのラグジュアリー、ゴージャスなんですけれど、ちょっとやっぱり老朽が気になりますね。ミラーの縁とか細かいことなんですがね、かなりほらね傷んでるんですよ。でおおすごいな、ここがさっきの入り口の滝ですね。いきなり、なるほど、こんな感じで、ちょっとバスルーム、シャワー、これですよ。ここ新しくなってますね、これ綺麗です。いやすごい美しいんですけれど、細かいことを言うと、ちょっといきなりここにトイレなんだっていう、そう細かいことを言うとちょっとやはり老朽が気になるところでございます。ちょっとオープンエアすぎるぐらいにオープンエアですね。いや美しい、
こっちにドアがなんかあったんですけど、これは何でしょう。とにかく何でもちょっと歩いてみてきますが、あ、ウォークインクローゼットですか。なるほどね。すごい、うわ、なんかよくわからない、すごいですねこれね。で、ちょっと待って、ここにベッドルームがあるんですね、向かい側に。あ、なんかベッドルームがいっぱいありますね。どうなってるの。家族とかなんかで来たらもう最高ですねこれね。アメリカ人よくやるんですよ。あ、なるほど、これリビングから、あそこほらリビングなんですけれど、ここですね、リビングから、あ、玄関からこのようにこう続いてたんですね。なるほどなるほど、ちょっと迷路のような作りです。ここベッドルームっぽくないんですけど、ベッドルームになってるんですね。で、ここにもベッドルーム、なるほど。で、こちらに、バスルームと。うわ、何ですかこの岩。うわ、なんかもうちょっとすごいですね、すごい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 、なんかちょっと広すぎて乱雑すぎて、いきなりトイレなんですねっていう。やっぱちょっとレトロですねこういう感じがね。意外とこれでなんかもう7個ぐらいベッドルーム見たような気がしますね。意外とね、こじんまりとして、あの窓のエアコンもちょっとねレトロな感じですよね。なるほど。で、ここにトイレがあって、これさっきも気になったんですけど、面白いですね、この落ちる形でバスタブがあるっていう。こうで、やっぱりあのシャワーがね、あのヘッドのところがちょっとレトロですね。なるほど、ちょっとやっぱりレトロ、ところどころになんかこうレトロ感を感じますね。はい。ですが、あ、ここもねこう割れてますね、ここね、チップしちゃってる。あとね、この辺ちょっと床、木がねちょっとやっぱり平らじゃなくなってるのをねちょっと今感じたんですよね、歩いて。だけどこの価格がね、そもそも17ミリオンですので、日本円換算ですと26億円なんですよね。それだけの、財力おありでしたら、お好みのままにさらに磨きをかけられるのがよろしいかと思います。はい、いやすごいです。今リビングのところにまた戻ってきたんですが、ちょっとね人を避けて撮影しようと思ってますが、あ、いい感じで人がいなくなりました。先ほどのね、ここがラナになってるんですが、ここがねさっき撮れなかったんですけど、この私もここに住めます、これなんかこう、何ですかこの王様のベッドみたいな。でも古いですね、素敵なんですけれど、やっぱり老朽してますね。なんか今喋ってるのが聞こえたんですけど、私のおじさんがすぐ隣の家持ってるのって言ってました。ふん、ちょっと靴がないと私、歩けないですね。ちょっと靴を持って、行こうと思います。玄関のところに戻ってきました。ちょっとね外からこうやって回っていこうかなと思いまして。敷地がね、こういう立地だと土地がかなり小さかったりするんですけど、1000と100坪あるんですよね。すごい、多分全部見ましたね、ベッドルーム。ここがさっきのね竹筒のような、アウトサイドシャワー。ここのベッドルームいいですね。そしてここにもなんかありますよ。ちょっとどうなってるのこれ、プールですかこれ、プールかな、プールですね多分。あ、なるほど、こっからも降りられるの、違うか、
わからない。いやー、なんかちょっと素敵なんですけど、ちょっととりあえずぐるりと回ってみます。なんかものすごい数のこの何ですか、スノーケルグッズとかビーチグッズがなんかもう大家族で来ても全然 OK ですよ的にありますね。ここがさっきの、ダイニングルーム。これも超アウトドアになってますけど、スクリーンも下ろせるようになってるんですね。あー、風が気持ちいいです。で、あそこがさっきの王様の昼寝のベッド。そして私今靴を履いてきたので、ずっとねちょっとぐるりとここ回っていこうと思いますよ。あとであそこ反対側回ればいいのか、あっちからも回れるのかな。1000坪っていうとかなりですね。これもちょっとレトロですね。言っちゃなんですけどね、素敵なんですけどちょっとレトロですよ。うわー、これなんかでも、いやー、すいません、ちょっとあのコメントに脳がなくて芸がなくて。うわー、素敵ですねこれ。うわー、ここ白砂置いたんでしょうねこれね。カヤックと、うわー、すごい、これすごい、すごいです。いや、参りました、こんなところにお家があるとは。もう化け蓮のはずですよ。あの裕福な方って本当にお金たくさん持ってるので、あの本当にねこういうところでねバケーション楽しまれたりするんですよね。うわ、すごい。こちらが邸宅でございます。このターコイズブルーがもう美しい、本当に美しい。あ、これ LED でライトアップされるんですね、夜になるとね。もう板でもカヤックでも何でも使ってって感じですよね。すごいな、すごいですね。うわ、昼寝、ちょっとお掃除したいかなね。あそこにもなんかありますよ。でもちょっとなんかくたびれちゃってるかな。あ、これはお隣ですか、もしかして。あ、お隣かもわかんないですね。そうですね、これは違いますね。ロックホールで仕切られているようです。どなたの土地でしょうか。いやー、素敵ですねこれは。すごいすごい。ね、あれがあのおまけでついてくるんじゃないかと思いますよ。さっき言ったんですけど、驚くものがついてるっていうのはあれです。いやー、あそこなんかこれあのぶら下がって遊びたい私ね。いや、素晴らしい。いや、このなんて言うんでしょう、自然との融合、このダイナミックな自然との融合が、やはり例えばオアフとかそういったところでの、まあ、スタイリッシュでねラグジュアリーな邸宅では見かけないハワイ島の味なのかなというふうに思ったりもしますね。ちょっとプールの方行ってみましょう。このプールも結構こじんまりしてるのは、もうだってビーチで遊んだ方が楽しいですもんね。そりゃそうですよね。このプールもすごくこうね、自然を生かした形で、
うわこのトーチも夜綺麗だろうな。あ素敵な感じ。このなんていうんですか、青いタイルがちょっとレトロなんですけど、でも色が素敵ですね。ね。うわすごい暑いんで今ここ入りたいです私。あ綺麗、美しいですね。いや素晴らしい。光と影と緑と全てが本当に美しい、自然と共存した豪邸ですね。なんか言葉が出てこないですね下手なこと言うよりもね、この美しさをご堪能ご満喫いただければと思います。これこの庭とかこの全てのねこれ手入れに相当いろいろお金がかかると思います。ここからのビュー最高ですね。こういうなんかヤシの木もすごく計算されて配置されてますね。今日はねブローカーオープンハウスなので人がたくさん来てますね。ちょっと人を入れないようにしてるんですが、割といいタイミングで撮影できたように思います。ちょっと食べ物に手を出す余裕がありませんでしたが、そんなことはどうでもいいです。さあ反対側をぐるりと回って、おしまいにしましょうか。あの先ほども申し上げましたが、この光と影ね、美しいです。何もかもやはりねちょっと1999年築ですので、一部ちょっと老朽で、これもちょっとくたびれてますね。老朽が進んでいる部分も、否めないかなと思います。1999年築、土地がおよそ1100坪、建物は600棟20平米、セブンベッドセブンバス2ハーフバス付きです。こちらはですね旧シェラトン、もうあの先に見えます、旧シェラトン現アウトリガーのすぐ麓にございます。オーシャンフロントの見事な邸宅、お値段がなんと17ミリオン、日本円でおよそ26億円での販売でございます。特別な人に特別な時間を楽しんでいただくためのものかなと思いました。それでは皆様最後までご視聴ありがとうございました。さっきね撮影してなかったと思うので人がいて、最後にこのねメインの玄関のところアプローチがこのようにあって、玄関がこれなんですよね。はい、皆様最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆様また次の動画でお会いいたしましょう。良い一日をお過ごしください。それではまた。お疲れ様です。おまけでございます。あそこがシェラトンで、まあ、アウトリガーでここ駐車場なんですよね。いやーすごいです。すごいすごいすごい、本当に良いものを拝ませていただきました。